江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、またサッカーの話題なんですけどね、サッカーに関してはやっぱり韓国さんへこんでるんですよね。あ、サッカーに関してはっていうか、今日はですね、アーチェリーとハンドボールで成績良くて、今日はね、浮かれポンチになってるんですけども、まあそんな中でもですね、サッカーファンにとってはですね、まだ落ち込んでいるということで、こちら記事の方ご紹介していきたいと思います。サッカー日本代表が五輪で新記録を樹立し、韓国が自暴自棄に陥ってしまうという話題をお届けしていきたいと思います。それでは記事の方行ってみましょう。くーちゃん、お願いします。日本五輪サッカー代表チームがパリオリンピックの初戦で新しいアジア記録を樹立した。日本は25日、警告時間、フランスのボルドーにあるマトムットアトランティックで行われたパラグアイとのパリオリンピックグループリーグ D 組第1戦で後半だけで4ゴールを挙げ、5-0の大勝を収めた。南米サッカー連盟は試合後、パラグアイが五輪の舞台で初めてアジアチームに敗れた。以前の成績は3勝1引き分けだったと報じた。実際、パラグアイは1992年のバルセロナ五輪と2004年のアテネ五輪でそれぞれ警告と対戦し、0-0で引き分け、2-3で敗れた。特にアテネ五輪の準々決勝では0-3でリードされ、後半終盤にイ・チョンスが2ゴールを挙げて2-3まで追い上げたが、あと一歩及ばず敗れた。日本のメディア、サッカーダイジェストは C 国メディアが報じたこの日の結果に驚いた C 国ファンの反応を伝えた。C 国ファンの一部は、日本はアジアの光だ。世界トップレベル、非常に強い。才能に溢れている。C 国サッカーが日本サッカーを学べばアジアを制し、ワールドカップで力を誇示できる。日本サッカーは何年も先を行っているのか？といった反応を見せた。パラグアイのファンも、日本は進化しているが、我々は後退している。恥ずかしい試合だった。VAR の時代に相手の足を踏むなんて愚かの極みだ。といった反応を見せた。警告サッカーは最近の U23 アジアカップ予選の準々決勝で、シン・テヨン監督が率いるインドネシアに敗れ、3.5 枠がかかっていた五輪本戦の出場権を逃した。警告が五輪本戦に出場できなかったのは40年ぶりのことだ。昨年の杭州アジア大会決勝で日本を破り金メダルを獲得し、喜びに沸いたが、肝心の五輪の舞台は遠くから見守るしかない。日本のサッカージャーナリストや専門家たちは、熱い選手層をもとに良いパフォーマンスを見せる日本がさらに高いところに登れると分析している。日本の五輪最高成績は2012年のロンドン五輪と2020年の東京五輪で記録した4位である。ロンドン五輪の3位決定戦では警告に敗れた。日本は同じグループのイスラエルとマリの試合が 1-1 の引き分けに終わったことでグループの単独首位に立った。28日にマリ、31日にイスラエルとグループリーグの第2戦、第3戦を戦う。はい、ということですね。こちらの記事に対する韓国の反応を見ていきたいと思います。はい、それでは1人目、こちら。警告スポーツは全般的に低迷している。79-1。本当にびっくりした。62-2。警告サッカーがダメなのは協会のせい。56-0。人口が減っているからもう勝てないだろう。45-3。日本は順調に進んでいるけど警告はサッカーがダメだね。わら。38-0。ホン・ミョンボ監督の任命で5年交代した。36-1。すでにアジアレベルを超えていると認めよう。我が国のスポーツは業界が全部ダメにしている。18-0。警告は何グループなの？サッカー協会長のチヨン・モンギュさん。16-0。出てないよ。警告サッカーは高麗大学出身がダメにした。13-0。協会の違いが生んだ結果、チヨン・モンギュの辞任を求める。12-0。我々は交代している。ワールドカップも警告なしで行こう。サッカー協会を。12-0。日本と比べるのが恥ずかしい。11-1。日本だけに勝っても何の意味がある。東南アジアにも負けているのに。11-0。地位を守ることばかりのサッカー協会は掃除職しろ。9-0。日本サッカーを見て警告のサッカー協会は何か感じることがあるのか。9-0。
チヨンモンギュさえいなければこんなことにはならなかったのに、チヨンモンブがサッカーを完全にダメにした。わら80。警告はエース一人がチームを引っ張る構造。80。サッカー、バレーボール、バスケットボール、全部日本が先行している。71。この状況で本を出版するチヨンモンギュ、頭がどうかしている。70。本出したの。サッカー、野球、すべて日本が警告を圧倒している。72。大きな試合で強い日本、ずっと失敗している警告。あれが私たちの姿でなければならないのに。腐ったサッカー協会。62。日本はスポーツ大国だ。比べる対象ではない。60。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応いきたい。あ、まだなんか言いたいことあるみたいですね。あ、じゃあちょっと聞いてみましょうか。それでは一人目、こちら。警告にあって2の3で負けた。わら、01。20年間、ずっと自作自演の4強陣、全く成長なし。01。お前らブラジルに勝ったことないだろ。警告はプレミアリーグ得点王を持っている国、日本は全て捧げても無理だ。01。アジア1位の日本でも非系戦では警告が優勢なのは事実。03。日系戦をもう一度やらなきゃ。02。我々には本4母がいる。日本かかってこい。07。監督だね、現監督だね。はい、それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、ということでね、じゃあ上の方からいきますかね。浮かれポンチになっているのも今のうちだけだよね。まあ頑張りな。日本は新記録達成おめでとう。で、警告さんはどこに行った？どこどこ？あれれ？いないのはなぜ？わら。あれれ？警告代表がいないからサッカー見ないって言ってなかった？またダイジェストかよ。いつも話持ち出してんだよ、わら。Kさんにラフプレーのレッスンを受けてたおかげでパラグアイにも耐えられました。感謝はしません。わら。警告さんは後ろに全力疾走なかじゃないっすか。オーバーエイジ使わずメダル取った時の警告さんコメントが見てみたいわら。日本サッカー勝って兜の方を締めよう。鎌本時代の産業忘れてる？何でも人口のせい、すなわちムンとユンのせい、協会の正会長のせい、監督のせい、選手誰でもいいんじゃね。大体日本のライバルなんて誰が言ったよ。過去の栄誉にあぐれかいてるからこうなるのよ。予選で1回勝ったから売りがもっと強いんだ。本監督もかわいそうにな。成長してないって気づいただけ成長してるよ。まあ次のオリンピック目指して頑張れ。かっこ笑い。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。